試合を2日後に控えた現在の心境から教えてください。現在の心境、コンディションとてもいいです。改めてその対戦相手の箕輪真亜選手の印象はいかがでしょうか。そうです、やっぱり寝技に長けてる選手だと思いますんで、そういった研究をして試合に臨みたいと思います。箕輪真亜選手と石井選手の試合というのをご覧になりました。はい。その感想はいかがですか。その感想、あれだけではないと思いますし、去年の即時戦の戦い方もありますんで、そういった意味で、その一試合だけで、決めかねない感じですね。泉選手の中ではこうフィニッシュというのはどんなイメージがありますか。あります。打撃の技はこちら、やっぱり年末なんで打撃戦で勝っていきたいと思います。 KO、 はい、狙うは KO で。柔道の非常に強い背景がバックグラウンドがあるのに、総合格闘技ではなぜか打撃に絞ってらっしゃると思うんですけれども、もうまるで柔道を無視しているかのような戦い方というのは何でなんでしょうか。そのテイクダウンの技術っていうものは自分の中ではもうあると思ってます。で、柔道選手がその MMA で世界のトップレベルになるには、やはりその打撃の距離感だったり、その打撃の難しさっていうのが課題視されているので、それを早く克服したかった。あくまでも MMA の世界のトップレベルになるために今までやってきたことです。打撃の技術自体をジムで技術を磨くというよりも、このリングで本当にそこで打撃の経験を積んでいるように思えるんですけれども、それが狙いですか。両方ですね。選手としてのご自身の考える強みというのはどこだと思いますか。力、パワー、テイクダウン技術、グラウンドテクニックですね。でも前回の全国でのジェームス戦ではほとんどもう打撃しか使っていらっしゃらなかったですよね。あれが身長差が僕の中では世界標準だと思いますし、その中で経験できたってことが一つの僕の中での強みですし、これからそれを標準として考えて研究して頑張っていきたいです。今年1年を振り返ってどんな1年だったか教えてください。今年1年は僕の中の MMA 人生はとても充実しました。ある意味その集大成、今年度を締める集大成じゃないですけども、そういった意味合いでこの試合は戦いたいと思います。ちょっと気が早いんですが、来年の抱負、目標なんかで展望していることがあるんですか。そうですね、このまま今年全勝で終わりたいんで、来年もまた全勝で終われるように、また一つ一つ自分のハードルが上がっても、相手のハードルが上がっても、戦っていける、勝てるようにしていきたいですね。昨年のダイナマイトは1回負けてないんですが、ご自身の中で一番何がこの1年で変わった、そこから変わった手応えをつかんでるものなんですか。やっぱりその勝つことによって自分の中に自信がついてきて、その中でまた課題っていうものも生まれても、自信があるから課題の紹介早いですし、いろんな意味で身についているものを発揮できる感じですね。ということは本当に心身ともに充実していた。そうですね、特に充実してます。ゴニーズミショックに紹介してくる作がありました。第3弾はあると思います。いや、今まだお名前はまだ決めてないですけども、試合で出したいなと思います。